いや本当にそれこそ総合格闘技なんか室伏とかにやらせたらすごい面白かったと思うけどね。時代が時代なら、当時は彼はボブスレーとかさ、そういったものにちょっとトランジションするとかなんか話ちょっと上がってたけど、もう彼はトライアウトの時点でとんでもない記録出して、明らかにボブスレーのね、後ろで走ってたら押してたら彼がいたら絶対強かっただろうけど、やっぱハンマーで金メダル取ってなかったからそっちに集中するってやめてたけど、でもそんなボブスレーとかより彼の能力はやっぱり本当総合格闘技とかやらせるのが一番良かったんじゃないかなと、ちょっと未だに思ってるけどね。あんなパワーを持った人類俺見たことないもん。スピードとパワーをあれだけ兼ね備えた人類とか見たことない。あんなの掴まれたら終わりだと思うよ、マジで。片腕掴まれて多分振り回されたら全関節外れると思うぜ俺、マジで。関節技とか必要ないぐらいのパワーだから。俺はね、室伏好きとかそんなんじゃなくて、マジでね、あの彼の現役時代の本当の身体能力に触れたら誰でもそう思うと思いますよ、目の前で。あのもう俺いろんな格闘家とかアスリートとか、もういろんなトップアスリートと接してきてますけど、もう何百人も日本代表の人ばっかり、本当チャンピオンクラスばっかりだけど、本当に室伏広治を初めて見た時のもう恐怖感っていうか、なんというか、こんなに人間の機能として差があるんだって思った人類、あいつ以上に感じたことないですよ、本当に。本当に今も過去も現在も全然レベルが違うっすよ。みんなね、俺の YouTube の動画見てくれる人はわかると思うけど、例えばさ、那須川天心とかさ、朝倉海君とかさ、俺対戦したりしてるじゃん、身体能力テストみたいので。でさ、あんなトップファイターでもさ、俺に勝てないじゃん、身体能力だけだとね。そりゃそうなの、当たり前なのよ。俺は身体能力、あの万能を目指す競技で日本一に2年半ぐらいでなってるから、もうアホみたいに鍛えて、若い頃の俺の身体能力とかもう本当に気狂ってるレベルだと思ってたけど、でもその俺がもう何やっても勝てないだろうなと思ったからね、現役時代の今より20年若い、今でも勝てる俺の20年前の一番足速くて一番飛べて一番パワーあった時期でも何一つ勝てる気がしなかったからね。本当に 100m はあの俺のは技術が高いから勝てたと思うけど、でもあいつが 100m だけやってたら、あのパワーで走ったら絶対9秒台とか10秒0ぐらいは走ってると思うしね。そういう意味であのパワーと身体能力で何かの競技を積むっていう作業を5年やらしたら、あんなのに勝てる人類いないと思うもんね。だからね、本当に恐ろしい能力ですよ、彼が鍛え上げた能力っていうのは。彼の先輩で溝口さんっていう方がいたんですよ、やり投げの。その方とやっぱり室伏広治はちょっと群を抜いてましたね、能力的には。だからなんかプロ野球選手のすごいでっかい身体能力高い人とか見ても、やっぱりスピードが足りないなとか、パワーだけだったら陸上選手のがあるなとか誰見ても思うんだけど、あの今だったプロ野球選手だって俺、柳田くん、ギータが素晴らしいフィジカルの鍛え方してると思ってる。毎年やっぱりオフになると本当に全身筋肉となるぐらい追い込んで、しっかりと毎日能力を伸ばす、バット振る速さを速くする、球投げる時の体の使い方を強くする、走る時のスピードを速くするみたいなとこに毎年フォーカスして能力を伸ばし続けるから、バッティングが上手いとかそれ以前にその強さを毎年やっぱり強化できてて、それにバッティング乗せてるって感じるから、なんか彼とかは素晴らしい身体能力だなって感じることあるね。あと野球のやっぱりトップクラスのピッチャーね、背の高くてスタイルのいいピッチャーの人で器用でバッティングも上手いって人は、多分どのスポーツやらしてもそこそこ記録出すだろうなと思うよね、なんだかんだ。でもやっぱりあの本当に何度も言うけど、現役時代の室伏はそれのはるか上を行くフィジカルレベルにあったと思うので、まあ大谷くんとかさ、まあいろんな素晴らしい選手いるけど、はるか上にいたと思うよ、なんかフィジカルレベルだけで言うとね。投球技術とか全部入れたら、それは大谷君のピッチャーとしての能力がもう素晴らしいものがあるけど、ちょっと室伏語りすぎたな、本当な。全然レベルが違うっすよ、室伏広治は。ちょっと